コマ撮りで独特のね動きができるんじゃないかと。でも思ったんだけど、なかなかその、水とのね、水を一生懸命こうスプラッシュする取り組み方とかね、そういうのはなかなかその全体のバランスの中でのそのトーンのねバランスがどうしても合わないと。